はい、それでは第1班、事業番号5ですね、健康相談員設置費ということで、ご説明よろしくお願いいたします。はい、事業番号5説明させていただきます。事業シートの方ですけども、まず、目的ですけども、職員健康相談員を設置して各種健康診断の結果に基づく保険指導や保険相談などを実施し、職員の健康の保持増進、職務能力の向上を図るということでございます。対象職員は知事部局と、ここに掲げてある職員約6000人でございます。事業内容ですけども、この事業そのものは健康相談員を設置、2名、非常勤特別職でございます。午前中も、総務事務嘱託員であった同じ制度でございます。ただし、勤務は週5日でなくて週4日として7時間15分1日しております。週あたりの勤務時間が4分の3という点は同じでございます。で、事業の業務内容ですけども、この同じ業務をですね、その他正規の職員保健師5名とこの非常勤の職員2名、人役にすると 6.5 人役で、事業をやっております。実施業務の保健指導ですけども、各種健康診断の結果異常が認められる職員に対する、指導、それから、血圧とか血中脂質などの異常に伴う生活習慣病の予防のための、重点保健指導という保健指導をやっている。他に健康相談としてですね、特にメンタルヘルスを中心にですね、量的に相談増えておりますので、相談を受けてですね、具体的に、病院の受診勧奨とかですね、療養に関する指導等を管理職員と連携して行っております。事業の必要性の欄に掲げておりますように労働安全衛生法に基づくものですが、ここに掲げてある以外にですね、先ほど来、今朝ほど来ご説明しているとおり厳しい行政改革をやって職員数を減らしておりますのでですね、我々人事当局としてはその職員一人一人を大切にしてですね、体と心の、健康を維持増進したいと、それが、公務能力の向上にもつながりますし、県民サービスの向上にもつながるというのが、事業の必要性でございます。22年度の予算額は、651万1千円非常勤ですので報酬ということでございます。あとは次のページへ行っていただいて、事業実績でございますが、表に掲げてございますように一般的健康診断はほとんどの職員を、しっかりで受けさせております。でそのうち有所見数、どっかに異常があったというのがですね 84% ございます。そうした職員のを対象にですね、指導が必要なという職員に、健康診断に基づく指導をしていると。これ中でも先ほどのような重点的に指導を要する職員には重点指導を行っているということで、保健指導の実施状況の表にあります表のうち、それぞれの枠の中に右下にあるのが、健康相談員の対応延べ人数です。先ほど申しましたとおり5名の正規職員がいますので、それと合わせてこれだけの件数をこなしていると。保健指導の場合は、全体で21年度で3282件の指導のうち775件は相談員がやっていると。で健康相談ですけども、ここに掲げてあるように、一番下の右枠276件を相談員がやっているということでございます。これが実際の実績ということで、事業の自己評価ですけども、効果がどれだけ上がっているかということですけども、保健指導の対象者、数字で言えばですね、重点保健指導対象者313人、これ20年度に、指導して、次の年度まで繰り越した人がですね109人ということで、204人はですね数値が改善したということなので、指導の効果は上がっていると。で特にですね、一番我々が近年気にしているのはメンタルヘルスです。心の病というのが、増えてきたと。これは平成10年代から、近年にかけて、
どこでも大幅に増えている、ここら辺のですね、相談をきちんとやることによってですね、まあ、心身と書いておりますけど心の健康障害の予防というのをですね、重点的にやっているということでございます。で今後の事業の方向性書いておりますけども、まだまだですね、この分野は充実を図るべきだと考えておりますけども、まあ、執行体制、どうしていくかというのはですね、非常勤職員もうまく活用しながらですね、効率的な執行体制を確保しつつ、いろいろな工夫を加えていきたいというふうに考えております。で比較参考値のところに、保健師の状況を書いておりますけども、非常勤のですね、非常勤を置いてるかどうかということではなくてですね、まあ、保健師どれぐらい配置しているかということだと思います。本県の保健師それほど、まあ、少ない方ではない、全体的に、職員を削減している中でこの分野は充実させていきたいという思いが我々の中にあって、できるだけの体制を敷いているということでございます。説明は簡単ですけども以上でございます。はい、そうしますとちょっと確認ですが、こちらの事業名が健康相談員設置費ということで、これは保健師さん2名、非常勤の方の人件費分が、こちらの事業費に上がっているということでよろしいですよね。はい、ところがこの健康相談活動といいますか、健康相談事業そのものは今のご説明ですとその他の常勤のスタッフさんも携わっていらっしゃるという理解でよろしいですね。おっしゃる通り、先ほどの数字にありますように、非常勤がやっている以外は正規の職員がやっているというふうなことであります。ただ正規の職員はこれ以外の業務もですね、まあ、研修ですとか、復職支援ですとかですね、そういったその他の業務も、かなり 分量的には占めているということはございます。それはそうすると保健師さんが健康指導をやってそのサポートみたいなことを正規の職員さんがやっているということになるわけでしょうか。つまりこの正規の職員さんというのは保健師さんではない。今言いましたのは正規の職員5名の保健師でございます。5名の保健師さんは要は相談もやってるけどもその他のこともやってるという理解でいいんですか。その他の、まあ、保健師としてやる、研修、健康に関する研修ですとかですね復職支援ですとかそういった業務に携わっております。でそれは人事課さんの方でこういった業務に携わるということで保健師さんを正規で5名、それから、いわゆる人事職員、職宅ですか、ということで、2名の、まあ、非常勤ですね、スタッフを、お持ちになっているということでよろしいですね。おっしゃる通りです。はい、はい、わかりました。それではご質問いただき平成18年で県で実施された総点検で、カウンセリングをその外部委託によって、まあ、業務を効率化しましょうという指摘があったというふうに伺っておるんですが、これは、まあ、未実施であるというふうにも聞いておるんですけど、この未実施の理由ですね、おそらく、まあ、コストのことではないかと思うんですが、をちょっと教えていただければと思うんですが。課題整理表がですね少し、不正確かもしれませんけども外部のカウンセリングというのはですね、事業シートの事業実績の、中ほど健康相談の実施状況にありますけども、メンタルヘルス相談のところに保健師による相談、専門医による相談、産業カウンセラーによる相談、民間医療機関指定医による相談というふうに外部の窓口も設けております。でその課題整理表のところはですねこの保健師による相談もやめてしまって全部外に出してしまったらどうかということですけどもこの部分は実施してないと、なぜ実施してないかということですけどもメンタルヘルス相談ですから、まあ、職員悩みを持った職員がですねどこに相談に行きやすいかということでですね県の窓口県の、まあ、まずラインの上司それから県の、職員健康担当の保健師、それだけ用意しておいたんではですねやはり人によっては行きにくい
ということもありますので、外部の産業カウンセラーとかですね、民間の医療機関とかですね、複数のチャンネルを設けております。これによってその相談が必要な職員がですね、できるだけ早めに相談に行って、本当に病気が本格化する前に治してもらいたいという思いでこういう仕組みを作っております。例えば今のメンタルヘルス相談でいうと、その、自分はちょっと調子が悪いなと思われた職員さんは、その保健師さんのところに行ってもいいし、産業カウンセラーとか指定された医者のところに行ってもいいしっていうのは、基本どこに行かれてもいいというような体制になっているわけでしょうか。これはどこに行ってもいいようにですね、ホームページ等でですね、窓口をいくつか並べて書いているということです。ちょっと具体的なことをちょっと確認させてもらいたいんですが、一般定期健康診断の受診者数が6000人ですよね、を超えている数字ですよね、でよろしいですよね、で県の職員さんの総数って何名なんですか。対象者はですね、これほとんど対象全員ですよね。基本的には県の職員さんの全体の数がこのぐらいの数だということでよろしいですか。でさっき対象者6000人、今6000人なんですが、言いましたけども、例えば、ここの先生方とかそういうのはここに入ってない、はい、一番表のですね、対象のところにある通り知事部局、これが4700程度です、知事部局で企業局が138、病院事業局が100、じゃあ1100ぐらい。でその他行政委員会で、そうするとほとんどこの庁舎近辺にでお仕事されている方なんですか。つまり広島県って広いですから、はい、県の職員の方っていうのはあちこちに散らばって仕事されているわけでしょ、はい、でそのうち何人ぐらいの方が、要はこちらは人事課さんの方でそういうスタッフをお持ちってことは、こちらにスタッフおられるわけでしょ、はい、だからことを聞きたいんです。わかりました、はいはい、県職に散らばっておりまして、2対3ぐらいの割合で地方に3ぐらいの割合で地方にいます。でですね、本庁でここで座って待ってるだけじゃなくてですね、巡回指導というのをやってですね、曜日を決めて合同庁舎ごとにというような形でですね、相談の日を設けております。交通の便も含めて巡回指導だって結構1日かかりみたいなイメージがあるわけですよね。結構大変ですよね。今でも とにかくじゃあ人事課さんでおられるこの5名の常勤の方と2名の非常勤の方で、相当エリア広いところをカバーされているという理解でよろしいんですね。おっしゃる通りです、はいはい、すいません、確認なんですけども、常勤5人の保健師さん、あと非常勤の2名、ちょっと先ほどから聞いてちょっとまだ分かんないのは、5名と2名の役割分担、一応健康相談健康指導という分類の中でどういうふうに区分されたか、それとも一律同じような形でどっちに相談を受けてもいいか、そういう状況かどうか教えてください。ですね、保健指導と健康相談については非常勤と正規で業務内容に差はございません。ですから担当で、健康相談と保健指導につきましては担当地区で分けております。大体県内を8地区に分けておりまして、そのうちの4地区を非常勤の健康相談員さんに、受け持ってもらってます。先ほど外部の、利用ということでメンタルヘルスについてご説明があったんですけれども、メンタルヘルス以外の部分について、県の職員の方、その嘱託の方7名ではなくて外部のサービスを使うということもあるんかなと思うんですが、それについて自己評価のところにですね、自己評価の一番最後のポーツの最後の方に書いてあると思うんですが、民間レベルではコスト面で高くなるから現行体制だ、ここもちょっと説明をしていただけますでしょうか。いわゆる保健指導についてはですね、ある程度その健診団体とかですね、ございまして、
そういうのを受託している団体がございます。その場合の単価がですね、特定保険指導で、まあ、2種類あるんですけど、同期付け支援という程度で1件1万程度で、積極的な支援という場合は、2万2000円とか2万3000円とか いくつか聞いてますけども、そんなレベルでコストがかかります。まあ、そうなると、まあ、非常勤職員 の日額ぐらいが1件あたりかかってしまうということでございます。すみません、これこの事業自体がですね、健康相談員設置費等になるとですね、今言ったように、これ非常勤の分だけの対象なんですね、今の。この本来だと常勤の分も含めての事業じゃないの内容なのに、非常勤だけのこの事業の判断なんですかね、これ。この設置費というのは、非常勤の部分の設置費という意味ですね。事業費という形でですね、はい、仕分けの対象にさせていただいたので、こういうことになっております。ただ説明は業務全体を説明しないといけないんで、そういう説明をさせていただいています。だからそこは正規の職員の人件費はこの事業費の中で含めて予算上はありませんので、そのような説明にならざるを得ないのですよね。はい、だから健康相談員としては今言ったように常勤の方5名と非常勤の方2名ということで、全体の事業をやっているという中で非常勤2名についての話だってですね。でこういうのが今 の近隣 の、まあ、中国5県の中でですね、他はどういう状況になっているの、どれぐらいの人数を受けらっしゃるんですか、常勤非常勤って分かりますか。保健師、鳥取県は常勤1名、非常勤4名、鳥取県、そう、島根県は常勤3名、非常勤6名、島根県、岡山県は常勤2名、非常勤2名、山口県は常勤1名、非常勤3名。広島県はかなり多いですね。というか、まあ、職員の数との比率から言ったら、まあ、岡山なんかも多いんでしょうけど、比較すると広島県多いと思います。その分だけ健康指導なり相談なりは充実させているつもりでおります。まあ、それはさっき言いましたような事情で、ここは職員数を減らしてきた中で我々としては充実させたい部分ということで、政策的に大切にしているところでございます。はい、よろしいですか。まあ、ここで、まあ、2つの仕事があると、保健指導と健康相談ですよね。で保健指導は、まあ、定期健康診断とか受けられて、まあ、所見異常があった場合にそれについてということですが、普通であれば個人本人のところに異常が、まあ、異常があってもなくても診断結果来ますよね。来ますよね。で要再検、もう一回検査を受けなさいとかいう場合には、本人が当然 自主的に医療機関行って、どう行ってどうしたかということを報告するんじゃないかと思うんですが、こちらは特段の対応を取られているということなんですか。特段の対応を取っているということです。要はですね、要再検査とで素直に行けばいいけども、再検査に行かない職員がいる。でその人に向かって、あなたはこう悪いんだから必ず行きなさいね、こういう恐れがありますよと再検査を勧奨する。さらにこのことは所属長にもきちんと言っておきますからねと、保健師さんから言ってもらうと、丁寧にそこら辺をやっているということでございます。はい、どうぞ。ちょっとまだ理解が話もよくできてないんですが、非常勤 の今回の事業シートに書かれているいわゆる非常勤の保険資産と、それからその常勤の、方保健師さんのですね、業務の一番の大きな違いっていうのは何かございますか。要は何が聞きたいかというと、今常勤の方をさらに非常勤にするとどういう不都合が起きるんでしょうかということが最終的に聞きたいんですが、保健指導と健康相談の分野については同じと申し上げましたけども、
相談の中でですね、ある程度その管理職員と連携しながら業務を行わないといけない部分がございますので、その辺はその非常勤職員、午前中の説明にもありましたように任期が1年でございますので、県の組織についての知識なり、まあ、人的な関係なりがですね十分にできないということでですね、先ほどのように担当を分けておりますけれども、非常勤職員だけでは対応できないことが多くございます。この相談と保健指導だけに関わってもですね、ですから正規職員が関わって一緒に協力し合いながらやるという必要はございます。でその他に正規職員は研修とか、先ほど言いましたようなですね復職支援だとか、そういった業務については、まあ、恒常的にございますので、これは正規職員が対応しているということでございます。例えばその今お二人の非常勤を、ごめんなさい、正規の職員さんがいらっしゃいますけれども、正規の職員さんの今のその、非常勤の方がやっておられないような機能ですね、その復職支援だとかなんとか、それから、まあ県の組織を知った上でいろいろアドバイスするような事業で、そこの業務量から考え、ちょっと細かい話で申し訳ないですけど、業務力を考えて、例えば今の非常勤全部を非常勤にするとまずいっていうのは何となく感じて分かるんですけど、どの辺までならできるとかですね、いうようなことを何て言うでしょうか、まあ、なかなかお答えしにくいんだと思いますけれども、全く1人も非常勤が増やせられないのか、それと2人ぐらいなら増やせられるのか、増やすというのは要するに正規から非常勤に変えるという意味ですね、いうのはそこは何か感触なりともお考えはありますでしょうか。これはまあ全体 6.5 人役でこの業務をやっているということで、その正規と非常勤の割合についてはですね、これが今が絶対ということではございません。ただ相談件数と業務量が増えていく中でですね、その業務像にどう対応していくかということも踏まえてですね、まあ、組織体制の話なんで、そのバランスも含めてですね、検討していかないといけないと考えています。今の話の繰り返しになりますけれども、業務ボリューム的にですね、今の一応適正人数が常勤5人と、非常勤嘱託2名ということで、おそらく現行、人事課の方で判断されていると思うんですけども、今ですね、ここでも業務量が保健師さんの業務量増えているというふうになっておりますが、保健師さん自体のやはり時間外等はですね、今増加しているのか、それとも現行のやはり時間内中に収まるような形で今回されていますか。時間外勤務は増えております。やはり相談件数が伸びるだけですね、まあ、一昨年から去年、去年から今年に対して体制は一緒ですので、縮減には努めておりますけども、それは伸びております。先ほどちょっと途中であったのは、括弧1の保健指導と括弧2の健康相談ということからすると、仕事のボリューム的には括弧2の健康相談の方が今、メンタルヘルスとか含めて相談事が増えているということですか。そういう理解でよろしいんですか。指導よりもですね、相談の方が増えているのはメンタルヘルスを含めて増えております。そちらの方が業務量としてこちらの方が多いということですね。要は保健指導のこれに関する、要は早く健康診断や再検査になったんだから受けろという話っていうのは電話すれば終わっちゃいますよね、とかいうことを含めて基本的な話として、で要はその6000人の方がおられて、で3000人の方に対して指導されてるっていうのは半分のぐらいの方に指導されてるんでしょ。そうすると、まあ、回数だから違うかもわからないけども、ちょっとあんまり普通の数字じゃないのでちょっと聞きたいんですが、言われた通りですね、再検査を受けなさいよの電話一つで済むパターンと、重点保健指導のようにですね、具体的にプロ面談してその健康、まあ、その数値の回復のためのプログラムを一緒に考えてそれを管理するということも含めてやっております。それはだからそういうのは本人が医者行くなりすれば済むことなんじゃないですか。例えば上司が例えばこの職員は受けてないよということを上司に言って、上司に対してきちんと行けという指示をさせてということで医者行けば済むんじゃないですか。そうじゃないんですか。こちらは違うんですか。
病気になる前の、いろいろ病気の可能性がある血糖値が高い、血圧が高い、体重が多い、こういったあたりをですね、まあ、その生活習慣病というところを、だから今メタボも含めてちょっと血圧高ければ医者行けばということはありますよね。まあ、すぐ血圧高圧は出せちゃうからその手前で治せばいいんだって話はあるかもわからないけれども、普通はそういうことをやらないで再検査だ再検査を受けてということですよね。もともとですね、こういったことをやってなかったのを重点的にやるようになったのは、より強化しなければ、実際にそういう改善が認められないと。先ほどの数字の300人の人はずっと今までそうだったわけです。毎年毎年健康診断の結果が悪くてもそのような状況だったと。それを指導することによって数値が改善するということなんで、やる意味はあると考えております。いや要は極めてこう、まあ、シンプルな考え方です。要再建という場合には普通は医者行きなさいということなんだけれども、そうするとこちらの場合には保健師さんの指導を受ければいいというふうに聞こえちゃうので、それはそれでいいんですか。そういう形で要するに体質改善だとかそういったことを、ちゃんともっと運動しなさいみたいなことをここでは指導されていると。指導の内容は当然医者に行きなさいという指導は当然ございます。要再検というのは精密検査しなさいという検診結果ですので、それは医者に行きなさいという指導です。そうじゃなくて数値が悪いだけですよと。健康ですけども数値が悪いだけです。これは病院に行くんじゃなくて病気になる前にきちんと数値を下げなさいと、そういう指導をいたします。まあ、分かりました。まあ、いずれにしても税金使っている話なのであえて言わせていただいて、いかがでしょうか。最近メンタルの相談が増えているということなんですが、保健師さんの中にメンタルの方が専門だとかいう方を置かれているということはないんでしょうか。メンタル専門ということで保健師を雇用していることはございませんが、そういった専門の研修を特別に保健師には受けさせて、そういう相談に当たらせています。健康指導的なものはですね、正規だろうが嘱託だろうが非常にですね、人事管理上重要な部分だと思うんですけども、この嘱託員の採用にあたっての留意事項またはですね、任期基本的には1年ごとだと思うんですけども、そこら辺の最終的には任期的なものについて教えてください。まず嘱託員の採用については保健師の資格を持っているだけじゃなくて、新卒ということではなくてですね、経験者、公務職場の経験者であったり民間企業での経験者であったりというところから、結果的には選んでおります。今の職員はですね、行政、はい、任期についてはですね、非常勤特別職ですので1年ということに決めておりますし、最長でも3年ということで、やはりその長期にわたってですね、不安定な雇用関係を維持するということは好ましくないと考えておりますので、そういうことにしております。いかがでしょうか。県全体としてはいろいろ保健師さんというのは他にもいらっしゃいますよね。当然ね、保健所の県民を対象にした保健師はおります。ただそういった職員の健康管理に関わる保健師さんはここだけで全部ここに集めて、対応されているということですよね。おっしゃる通りです。で、全県域をカバーされているということです。全県域でございます。でちょっとした健康相談もわざわざ遠くまで出かけていっちゃう。先ほど言いましたように曜日を決めて巡回しているということなんで、おいでと言われて行ってるわけじゃない。という事業でございますので、他にご質問となければ評価をいただければと思います。よろしくお願いいたします。すいません、保健指導の重点保健指導っていうものと、あと新規採用の方の3年間継続した面接指導というのがありますけれども、すいませんがちょっとそれぞれ具体的にですね、例えばその1週間2回話を聞くなど、その例えば
まあ、これ対応方法は面接、電話、メールなどとありますけれども、もう少し具体的にどんなことをやってらっしゃるのかということを教えていただけますか。重点保健指導につきましては半年間をかけていわゆる、血圧であるとか血中脂質、血糖の異常などに伴う人の、こういったところの、30層、40層と言ってますけども ある程度1つだけじゃなくて2つ3つ重複したちょっと、範囲内を超えた数値が出た方を対象にして、初回にまず面接をしてでそれからあと、1ヶ月に1回程度電話とか、メールとかで、状況を確認をしたりして最後にまた6ヶ月後に面接をしてで、中身はその、生活習慣病予防みたいなのがありますから食事の状況であるとかそれから運動の状況でありますとか、そういったことを、話をしながら、ある意味ちょっと目標を設定したりしてで、取り組んでいくと、こういうことを、やっております。それから新規採用の、指導でございますけれどもですね、新規採用者の指導は、毎年1回面接をして、その後気になるところはメール等で相談に乗っているということをやっております。それらはすいません、それらは特に広島県だけでそういうプログラムを作っているというわけではなくて他の自治体さんのやっていることも、大体こうお調べになった上でそういうやり方をなさっているということでよろしいですか。どこの自治体でもやっているというふうには思っておりません。本県の場合実は人を削減するときに採用数を随分絞っていてですね20人とか30人とかいうふうに絞ってますから同僚がいない非常に得意な状況が何年も続いておりますので相談する自分の身近な人がいない職員なんてそこら辺を気を使ってやっているという近年その20代のメンタルというのが増えているということもありますけれども広島県の特殊事情もございます。はい、よろしければ、評価いただきたいと思います。ご記入いただけましたでしょうか。はい、それではこちら、健康相談員の設置費ですが不要というふうにお考えの方はいらっしゃいます。民間国広域も、いらっしゃらないと思いますが、市町もいらっしゃらないと思いますが広島県要改善というのを考えの方、いらっしゃらない、はい、じゃあ広島県現行通り皆さんということでよろしいですね。はい、ということでございます。現行ということですが、何か、ご意見注文ということがございましたらお願いしたいと思いますが、じゃあ小林さん。このそのいわゆる非常勤の方の設置費ということはなかなか仕分けはしにくい分野です。で、全体で申し上げて言うと、メンタルヘルスなんかも増えているのが事実なんで、今の時点で例えば削減するとかっていう必要性はあまり感じられない。そういう意味で現行通りでいいと思います。ただこれから診断とか指導の実績とかですねそれから他の業務の状況ですね それ以外の状況も勘案して、その可能であればその常勤の保健師さんというのを非常勤に変えていく、可能性があるのかどうかということはですね、これは普段にご検討いただければなということは申し添えさせていただきたいと思います。
はい、おおむねそのような意見だと思いますが、保健師さんが必ずしも県庁の職員さんであるその必然性、必要性というのは多分ないということでよろしいですよね。その議論は実は出なかったんですが、県庁職員じゃなきゃいけないんですか、蓮舫さん順に言うと。やはりですね、所属長に言いますよとか、そこら辺の厳しさというのはですね、職員じゃないとできない。もう一つ言わせてもらうと、外部に委託して相談した場合ですね、要するに後のフォローができないというのは、いやいや、だから今委託するかしないかというのはいろんな方法がありますからね。どれだけ真剣に相談に乗れるか、方式として委託でなくても、今のような非常勤化もあるし、はい、何らかの形でスポットで、地域の保健師さんに、ね、関わっていただくということであれば、あえてわざわざ遠いところに行かなくても済むという、はいはい、まさに地域の人材活用でね、ありますよね、ということも含めてというのはあるわけでしょう。今いる保健師が随分機能していると思いますけども、それは非常に真剣に指導してもらってこれな、その背景はですね、結局そこを怠っていると病気になる、休職になるで、現職死亡も10人近く毎年おります。それは後からその知らないといけない、こういう現実を踏まえてですね、かなりリスク感を持って指導している、いずれにしても現行通りということでございますので、いろいろそういうことも含めて、現行通りというジャッジいただいたと思いますが、ただそのいわゆる非常勤職員さんの活用という指摘もいただいておりますので、それも踏まえて、対応いただければと思います。第一版の、こちらの事業につきましては、現行通りということでございますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。